前人未到の29連勝を達成した史上最年少のプロ棋士藤井聡太四段に安倍総理大臣も祝福の声です。藤井四段は昨日午前10時から八大タイトル戦の一つ竜王戦の決勝トーナメント1回戦で増田康宏四段との対局に臨みました。およそ11時間半に及ぶ激闘の末、91手で藤井四段が勝利し、30年ぶりの新記録となる公式戦29連勝を達成しました。若い力が新しい歴史を作りましたね。日本人に何か夢や希望を与えてくれる勝利だったと思います。29連勝っていうものもう想像がつかないですね。成熟してる指し方っていうような感じがします。30連勝をかけた対局は次の日曜日に行われます。